こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回はカバンの中から始めてみる整理収納というテーマについて、遠藤文さん著、男前収納で綺麗になる片付けのコツをもとに考察していきます。この動画を見ることによって、片付けが苦手な初心者でも簡単に始められる整理収納について学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、部屋の片付けを始めたいけれど何から始めればうまくいくのかわからないと悩んでる方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？部屋が汚い女性は大抵カバンの中も汚い。これはミスユニバースジャパンのナショナルディレクターを務めたイネス・リグロンさんの言葉だそうです。いつも持ち歩いているアイテムやプライベート空間には、偽りのないありのままの自分が反映されるという教えです。皆さんのカバンの中はどうですか？しっかり整理整頓されていますか？もし何が入っているかもわからないような状態なら要注意。不意に誰かに見られた時、部屋も汚いんだろうなーって思われてるかもしれません。今回ご紹介することを実践していただくと、整理収納も小さなところから始めていけば、実践を積んでコツがつかめるという学びを得られることでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、カバンの中をきれいにしながら整理収納のいろはを学ぼうです。カバンは小さいですが、とても身近なアイテム。人によっては毎日使いますので、面白いほど持つ人の癖が現れます。そこには持ち主の生活スタイルが凝縮されていると言っても過言ではありません。これは著者の統計だそうですが、カバンの中が汚いのに部屋が綺麗という方はまずいないそうです。実はカバンとお部屋の関係は片付けにおいても同じで、カバンの片付けはそのままお部屋の片付けに生かすことができるのです。ここでは身近な片付けを小さなところから実践していく方法について、3つのポイントに絞ってご紹介していきます。カバンの整理で収納癖をチェック、カバン整理術を部屋に生かす、日頃から持ち物を把握する。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。カバンの整理で収納癖をチェック。まずはじめに、カバンの整理で収納癖をチェックについて解説していきます。カバンの中がごちゃごちゃしてしまう方にはいくつかの癖があります。例えば、何でもかんでもいつか使うものでとりあえず取っておく、仕事のものもプライベートのものもごちゃ混ぜ、細かいものがあちこち散乱している、飲みかけ食べかけのものが入れっぱなしなどなど、こうした状態が日常化していると汚れているという感覚が麻痺していきますので、お部屋も同じような状態に陥っていきます。逆説的に言えば、カバンの中が綺麗な方は部屋も整っている方が多いのです。カバンの片付けを通して得られる利点は3つ。 1. 片付けの全体の流れが理解できる。 2. 自分の棚卸しができる。 3. 綺麗の気持ちよさを味わえる。このうち2番についてもう少し具体的に言うと、カバンの中を整理すると、自分が何を大事に取っておいたり捨てられずにいたりするか、ちゃんとカバンのサイズを把握して物を収納しているかなど、片付けにおいて重要な散らかしてしまう癖になる部分が浮き彫りになってくるのです。片付けが苦手な方は、一気にやろうとして失敗したり、やり方がよくわからなくてうまくいかないと挫折してしまったりします。まずはカバンという一番身近で小さな片付けから最初の一歩を始めてみましょう。カバン整理術を部屋に生かす。続いて、カバン整理術を部屋に生かすについて解説していきます。ではここから具体的にカバンの片付けをしながら部屋に生かすポイントを見ていきます。すべてのものを出す。よくカバンを上から覗き込み、右に左に物を寄せるだけで中身を把握しようとする人がいますが、整理する場合には必ず一度すべてを出します。こうすることで全体の総量が分かり、普段自分が何を持ち歩いているか知ることができるのです。人によっては、いつ入れたか覚えのないもの、ずっと探していて見つからなかったものが発掘される場合もあるでしょう。部屋の整理も同じです。
例えば押し入れを整理する場合にも、まずは全てのものを出すことです。一気にやるのが大変な場合は上段下段に分かれて行っても良いと思いますが、やると決めた場所のものは全部出してから整理を始めましょう。本当に必要なものだけを選ぶ。次に目の前に広げたもののいるいらないを決めていきます。ここで大切なことは、捨てるものを探すのではなく、自分にとって本当に必要なものを選ぶということです。なんとなくで取っておいたもの、いつか使いそうで入れておいたものは今は不要なものです。不要なものが増えると、カバンの中で行方不明になることが多発します。そうなってしまうと、どんなおしゃれなカバンであっても気持ちよく使えなくなってしまうのではないでしょうか。お部屋も同じです。全部出したものの中から選ぶのは、不要で処分したいものではなく、自分にとって必要なものです。収納スペースには限界があり、何でもかんでも取っておけば必ずいつかパンクしてしまいます。少しずつでも自分に必要なものを選び抜く力をつけていきましょう。日頃から持ち物を把握する。最後に、日頃から持ち物を把握するについて解説していきます。必要な持ち物を選び抜いたら、使いやすい状態でカバンを維持していくこと。これができれば片付けは一段落です。カバンの収納や自分の利き手、カバンの持ち方などを考慮して、一番取り出しやすい場所に物を収めていきましょう。例えば、カバンの片側にノートや書類などビジネス資料関係、横のポケットに筆記用具と名刺、もう片方に財布やスマホ、パスケース、女性なら化粧ポーチなど、途中コンビニで飲料や飴、ガムなど購入した場合もこっちに入れると決めてしまいましょう。場所が決まれば、あとは出したら同じところに戻すを繰り返すだけ。片付けの順番は出す、選ぶ、戻す、たったこれだけなのです。お部屋の片付けも一緒です。出して選んで使いやすい場所を決めて戻す。これが基本の4ステップになります。バッグの片付けでも実践したように、どこに何があれば使いやすく取り出しやすいかを考えると、物の定位置が分かってきます。ただ一度決めた場所が一番良い定位置かどうかは使ってみないと分かりません。収納と行動が合っていない、なんだかしっくりこないということも出てきます。また生活の変化によってベストな定位置も変わってきますので、定期的に見直しが必要です。カバンでもお部屋でも収納というのはしまうことではなく、使いやすい状態に戻すことになります。どこに何があるかを分かりやすく収納できれば、カバンも部屋も格段に使いやすくなるでしょう。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、カバンの中が汚いと部屋も汚いと思われてしまうということ。そして片付けは中身をすべて出してから必要なものを選ぶということ。最後に使いやすさを考え、物の定位置を決めるということでした。カバンの中を片付けながらお部屋の片付けにも活用できる基本的なポイントを学びました。片付けは小さくて身近な場所から始めるというのが基本です。小さな場所でも繰り返し行うことでコツをつかんだり自信がついたり確実なステップを踏んでいくことができます。どんな秀逸な片付け術の知識を得てもやはり実践に勝るものはありません。まずは手軽で簡単なカバンの中身から片付けを始めてみましょう。以上でカバンの中から始めてみる整理収納の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルではお片付けに関する本を紹介しながら、お片付けが暮らしや人生にどのような影響を及ぼすのかを研究し、お片付け上級者やお片付けのプロに役立つ情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。